小笠原慎之介、今永同等以上の契約金でメジャー挑戦へ。22日、中日の小笠原慎之介投手がポスティングシステムを利用して今オフメジャー挑戦することが決定したが、メジャーでの小笠原の評価が今永と同等以上になりそうだとして話題となっている。アメリカ MLB 移籍専門サイト MLB トレードルーマーズは、小笠原は一般的な大リーグの先発投手よりも小柄な体格だが、昨季は144回3分の1で3割1分2厘の堅実な防御率と 3.7% の優れた四球率を記録し、これは彼のキャリア最高の記録だった。防御率や奪三振率は今永がはるかに優れてはいるが、小笠原はポスティング時点で今永より3歳若い。今永と同等5300万ドル約80億円レベルの契約金になるだろう。球団や選手オプションにより7900万ドル約119億円まで増額する可能性がある複数年契約となる可能性が高いと報じた。これに対してネット上では驚きの声が多く上がっている。データに忠実なメジャーがなぜか小笠原を見誤ってて草。その成績なら通用するよ。その成績が MLB での成績ならな。普通に規定派だったけどこんなに旨味あるなら全然言ってくれていい。今永のせいで日本人左腕が過大評価されてて草間頑張ってくれ。上沢が全く通用してないのにまあ後悔しないように頑張れ。3歳若いだけでクソ評価されてて草スカウトこいつの映像見てないだろ。まあもう決まったことだし頑張れ。なんじゃ今 Q チャンネルは現在動画編集者を募集しています。興味のある方は動画概要にあるメールアドレスにご連絡ください。